どうも高井です今年に入って私が投稿した動画の中に1秒再生してバッドボタンを押してスパッと動画を閉じていくっていう動画が出てきましたたった1本であればまあ仕方ないよなっていうふうに開き直れるんですけどその視聴者は私のアカウントを探してアカウント内の中の最新の動画から順番に1秒再生してバット1秒再生してバットって感じでもうその声繰り返してたんですね スパム行為を繰り返した側は、よっしゃ、攻撃してやったぜっていう気持ちよさで溢れて帰れるんでしょうけど、これ、昔の考えでいくと、ピンポンダッシュっていうのがあるんですけど、家のインターホンピンポンって鳴らした後に、よし、今だ、逃げろってやってる行為ですね。迷惑行為です。でただ、これは、小学生以下の子供しかやらないですよね。もしかしたら、そのスパム声を繰り返している視聴者も、小学生以下の子供みたいな感じの、 のになっていてその幼稚的な行為で快楽に浸ってるのかもしれないんですけどバッドボタン押せば押すほど真面目に投稿してるクリエイターの人たちがどんどん減っていくと私は思ってるんですよもしかしたらこの野郎って感じでリベンジ精神を持って投稿してエネルギーが溢れる人たち出てくるかもしれないんですけどそういう人たち別に多いわけじゃないですかね日本人って結構ネガティブな感じの性格がいっ の人たちいっぱいいてて、ポジティブな人って逆に少ないんですよね。10人いたら1人いるかいないかくらいで。なので、あまりスパム行為を繰り返してバッドボタンを押して続けると、クリエイターの中でも、いいクリエイターよりも、もうやけくそ気味に、とりあえず作業動画って感じで投稿する人の方が増えちゃうと思うんですね。で、今後とはそういう投稿者のことを考えるんだったら、 いい投稿者を少しでも残すんだったらそういうスマホク力を繰り返すそういう視聴者が減ってくれたらなっていう思いで私たちょっとこういう訴えを起こしていますこういう本とかも読んだ上でそう思ってるのでバットボタンのたった1個のバットボタンが街の壁の落書きのように感じていてその落書きが落書きしてあるって言うのは私も書いてもいいよねって感じで広がってくるんですよね そううなっちゃうと治安問題に関係するので視聴者がそういう治安を乱したらバッドボタンってクリエイター側から消せないですかね消せないからこそ徐々に落書きが広がり視聴者からしたらバッドボタンが打ってあるってことはその動画は評価に値しないゴミの動画だっていう感じで思われちゃうんですよそんなステレオタイプの強い特に日本人は評価を気にして買い物すると思うんで そのことを踏まえて、バッドボタン、グッドボタン、どっちを押すかって考えていただきたいなと思います。間違ってもあなた自身も1秒差して、ムカつくからバッドって押して帰らないようにしてお願いします。チャンネル登録者が1人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。